はい、ようこそおいでいただきました。So, thanks for coming. Before I start, if you listen to this keynote session in English, you can choose the English version. So, choose the interpretation bottom of your windows. So you choose the interpretation button, you will hear the keynote speech in English. 日本語の場合はこのままで大丈夫です。はい、それでは、1日目の、基調講演を始めたいと思います。まず、今回のサイパイジャパン2022、スポンサーしてくださっている演奏と JSR 東京エレクトロンの各社さんに、感謝申し上げます。この基調講演で座長を務めます辻と申します。本日は、統計数理研究所、ものづくりデータ科学研究センターのセンター長であります、吉田亮先生にお越しいただきました。吉田先生は、これまで、マテリアルズ・インフォマティックスの学術分野創生に直接関わってこられた経歴をお持ちで、現在は、この分野の統合解析プラットフォームである、ジノンパイなどの開発を推進してもおられます。2000年代に入ってからというものですね、さまざまな産業や研究の分野で、数理統計学的な方法論がその進化を発揮しつつあると思いますが、私自身はですね、材料分野には明るくはありませんが、この分野でですね、どんな変革が起こりつつあるのかということを知る上でですね、先生の講演を今日は楽しみにしておりました。それでは吉田先生、講演の方よろしくお願いいたします。見えてますか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。どうも、統計数理研究所の吉田と申します。このような、場に、お招きいただきまして、大変ありがとうございます。今日はですね、いわゆるそのマテリアルズ・インフォマティクスと呼ばれる、データ科学と物質材料研究の、学際領域に関するお話をしたいと思います。それを、サイパイのコミュニティの方々と、共有をしたいと、思います。で、マテリアルズ・インフォマティクスの学術創生に関する、話からスタートします。もともと、2011年にですね、アメリカにおいて、マテリアルゲノムイニシアチブという 国家プロジェクトがスタートしました。従来、その材料の研究というのは非常にこう、膨大な時間とお金がかかるプロセスで、最初の、物質が発見されてから、それがマーケットに出るまでに、10年から20年という、時間がかかると言われていました。で、このマテリアルゲノムイニシアチブの、そのミッション定義というのは、この材料の研究開発期間を半分に短縮するということが掲げられ、それを駆動する、技術、あるいは、学術領域としてマテリアルズ・インフォマティクスというのは非常に、注目が集まったわけです。また、その我が国におきましては、おおむね、2015年ぐらいを契機にですね、さまざまな JST や NEDO 等のですね、リサーチプログラムが立ち上がり、今はですね、現時点においては、産学を巻き込んだ形で、非常に高い注目を浴びている学術分野となっております。一般にですね、物質材料研究におけるパラメータは極めて広大です。例えば、低分子の、有機化合物、そのケミカルスペースには、およそ10の60乗個の、候補分子が存在すると言われています。
私たちが今化学物質のデータベースにアクセスすると、そこに登録されている化合物の個数というのはたかだか10の8乗のオーダーということで、私たちの世界にはまだ極めて広大な未踏領域が残されているということ。私たちの目的はこの広大なマテリアルの空間の中から革新的な特性を持つ新材料、新物質を見つけるということです。この問題をデータ科学をドライビングフォースとして、この問題をいかに解いていくのか、これがこの講演における問いということになります。で、この問題を解くための、最もですね、ベーシックなワークフローを示したのがこちらの図です。インプットを、パラメータを S というふうに書きます。で、そしてそのアウトプットであるその特性を Y というふうに書きます。私たちの最初のやるべきことは、このインプットのパラメータから未知の特性を予測するという、S から Y の十方向のモデルを作るということ。そしてその数学的なモデルが定まった後、初毛の特性を持つインプットは何なのかという、いわゆるその順方向と逆方向の予測を行うということになります。で、ここでですね、材料研究におけるデータ科学のデータ解析のワークフローにおいて、一つ特殊性があります。それは私たちが対象とする変数の多様性ということです。私たちが解析対象となるのは化学構造であったり、結晶であったり、あるいは材料の微細組織、あるいはこうプロセスのパラメータとかですね、反応といった、こういったですね、非自明なこういったオブジェクトをどういうふうにこのワークフローの中に組み込んでいくかということが一つ鍵になります。そこで重要になるのは、こういった構造を表現すると、コンピューターに認識させるためのディスクリプターということと、あとは逆問題を解くためのジェネレーターという、この2つの要素技術が、求められるということになります。で、私たちが開発しているこの Python の、オープンソースのプラットフォーム GenomePy というのは、この S から Y という Y から S というこの順方向逆方向の予測を、さまざまな対象に、適用するための、環境を与えるものです。で、ここに書いてあるその条件付き確率のベイズ則という、確率の公式に基づいて先ほどの計算を行うというのが一つの特徴になっています。ここに書いてある条件付き確率のベイズ則というのは、こういった非常にシンプルな式です。最初にまず私たちはインプットから Y の S から Y を予測するモデルを構築します。それをこの確率の公式の右辺のここのフォーワードのところに与えます。これは S から Y の予測を行う順方向のモデルです。そして材料の空間は非常に広大なので、私たちはこういったところを狙いますよという、そういった事前情報を確率分布として表現したもの、これをプライアと言います。そしてこの確率の公式を通して、この S から Y という順方向の予測が、引数が Y から S にこう反転するわけです。そして私たちはこの特性、ターゲットの特性を特定することで、この確率分布を計算することにより、初毛の特性を有する新規の物質を予測するということを行うわけです。これを私たちはベイジャンインバースマテリアルデザインと言っているわけです。で、この私たちの、ツールのですね、一つの適用事例をですね、皆さんにこれからご覧になっていただこうと思います。対象はですね、ポリマーの熱伝導率と呼ばれる、特性を、対象とします。で、問題形式としては今非常にこう簡略化して、ポリマーの、繰り返しユニットの化学構造のみを、インプットとします。そしてターゲットとなる特性は熱伝導率、あるいはその他の要求特性、ガラス転用度とか融点とか、さまざまな要求特性があります。そしてポリインフォと呼ばれる高分子物性のデータベースからデータを集めてきて、S から Y の予測にモデルを導いて、逆の方向の計算を行い、高い熱伝導率を持つポリマーはどういったものがあるのかということを機械に予測をさせ、そしてそれを実際に実験検証を行うと。そういったプロセスをまずは皆さんにご覧になっていただこうと思います。で、まずやるべきことは順方向の予測モデルを作るということです。先ほど申し上げたように、化学構造をインプットとして、その構造をコンピューターに読み解かせる必要がありますので、これをですね、ディスクリプターと呼ばれる数値のベクトルに変換します。そしてアウトプットの方は、物性ということになります。で、データを集めてきて、いわゆるその
こういったディスクリプターの形に変換してしまえば、あとはこれは回帰分析とか判別分析と呼ばれる、手法、アプローチを使ってこのモデルを導くことができるということになります。まあ、ここで重要になるのは、こういった物質の構造をどういうふうにこう数値のベクトルで表現するかということ。まあ、例えば化学構造の場合は、数学的なオブジェクトとしてはグラフという形で表現できます。まあ、そうすると、近年のグラフをベースにした、まあ、ニューラルネットワークとか、グラフの埋め込みの、いろんな機械学習のテクノロジーを使って、この問題にアプローチすることができるというわけです。で、ワークフロー自体はいわゆるその教師あり学習ということで、まあ、極めてオーソドックスなデータ解析のワークフローということになります。で、あとはまあいろんな経緯に対してデータを集めてきて、そのモデルを作っていくということになります。仕方ないここで大きな、ハードルが立ちはだかります。それは、私たちのデータセットはほとんどがですね、他のデータ科学の応用分野に比べると極めて小さいデータを、取り扱う必要があるということ、まあ、近年ですね、いろんなハイスループットの実験技術等々が、まあ、いろいろできてきてますけど、まあ、ただしながらですね、データが取れるところと取れない領域というのはコントラストとしてははっきりしているということで、私たちはこういったですね、スモールデータの問題をいかにアプローチするかということが非常に重要になってくるわけです。で、このスモールデータに対する、まあ、アプローチの、まあ、皆さんにお示しするために、ここではですね、私たちは昔行った研究として、無機化合物を対象にした研究、まあ、ターゲットは熱伝導率と、ラティスサーマルコンダクティビティというのをターゲットにした研究を例として持ってきます。で、この研究を開始した当初はですね、この熱伝導率に関するデータがですね、全然なくて、たったの45点しかなかったということです。そこで私たちが考えたのは、この熱伝導率に関連する、スキャッタリングフェイススペース、SPS と呼ばれる、まあ、物性に注目して、これに関するデータを320点、コンピュータシミュレーション、第一原理計算と呼ばれる、まあ、コンピュータシミュレーションを使ってデータを集めました。で、こちらに示しているのが、この SPS と熱伝導率の、分布で、同時分布をこう示しているものです。で、ご覧になってお分かりのように、SPS と熱伝導率の間には、こういったですね、負の相関があるということが分かっています。しかしながら、非常にこう相関が弱いと。ということが観測されます。このスモールデータの問題に対する一つのアプローチとして考えられるのは、この320点の比較的多いデータを使ってですね、まずは SPS の予測モデルを導きましょう。そしてここに直線を引いてあげると。そして SPS の予測値を熱伝導率に変換するということが考えられます。しかしながらですね、相関が非常にこう弱いということで予測精度が出ないということ。この予測精度の限界をいかに突破するのか、そこでまあ転移学習というのをやるわけです。で、まあ、転移学習に関してはですね、いろんな手法がありますが、ここで示しているスキーはですね、最も教科書的なニューラルネットワークをベースにした転移学習の、ワークフローを示したものがこちらの図ということになります。まず最初にですね、SPS のニューラルネットワークのモデルを学習します。入力から酸素をですね、まあ、例えばヒドゥンレイヤーをつけてあげて、10個の特徴量を作ります。で、この10個の特徴量から SPS の写像を、まあ、線形モデルで記述するという、まあ、極めて普通のニューラルネットワーク。これをまず最初の320点のデータを使って、このモデルを構築します。そしてこのモデルの、SPS のこのモデルを熱伝導率のモデルに転移をするということをやります。で、ここではですね、この10個のフィーチャーを計算するこの部分ネットワークを熱伝導率のモデルにコピーをしてあげて、特徴抽出器として使いましょうと。そして上側のこのトップレイヤー、線形の部分を45個のデータを使って、ここだけを推定してあげるということをやるわけです。まあ、すなわち、SPS の予測学習データから学習を行う過程で、このモデルはですね、SPS の予測に有効な10個の特徴を、構築するわけです。特徴抽出器を構築します。で、SPS と熱伝導率の間には何かこう物理的な関係があるということが期待されるので、多分ここで獲得した10個の特徴量は熱伝導率の予測にも使えるんじゃないかということを期待する。ただ、どれが使えるかわからないので、この45個のデータの入出力の関係を見て決めてあげましょうということをやるわけです。
で、その、転移学習を、まあ、実際に適用した例、結果がこちらということです。まずは SPS のモデルを作ります。横軸はプレディクション、縦軸はオブザベーションです。まあ、このようなモデルを作っておいて、それをですね、45個の熱伝導率のデータを使って転移をした結果、プレディクションとオブザベーションに、まあ、こういったようなコリレーションが出るような、たったの45個のデータでもある程度の予測性能を、有するモデルができたということ。そしてこの転移学習で導いたこのモデルを使って、私たちは、7万件のですね、バーチャルなものを含む、化合物のスクリーニングを行って、熱伝導率が高いと予想される14個の結晶をまず同定しました。そしてそれを、バリデーションを行ったところ、3000ワットパーメートルケルビンを超えるようなですね、極めて高い熱伝導率を持つ、まあ、物質が、見つかったということになります。で、その、まあ、バリデーションの結果を示したものが、こちらの、スライドということです。で、この、緑で書いたこのヒストグラムは、私たちが、発掘した、発見したこの14個の結晶の熱伝導率の分布を示しています。高いところで言うと3000ワットを超えるようなレンジにいくつかの物質が出現 しているということがわかります。まあ、一方でですね、この黄色のヒストグラムは私たちが、転移学習で使った45個の訓練データということです。まあ、ご覧になってお分かりのようにですね、私たちの訓練データは、まあ、高々400ワットぐらいのレンジにしかないということです。一般的にですね、データ科学の予測というのは内層的です。すなわち私たちが訓練で使ったこの訓練データの近傍でしか予測性能は一般的には持てないはずなんですけど、転移学習で導いたモデルは、このデータが全くないこう超外層領域と呼ばれるような、ところに存在する物質の、特性を予測することができているということです。これが実際に転移学習で導いたモデルの予測結果とバリデーションの結果です。オレンジの点がそれに相当します。まあ、プレディクションとオブザベーションということで、まあ、いくつかの物質に関しては予測精度が外れるんですが、まあ、概ね、予測精度が出ているということがわかります。まあ、一方で、これ45個のデータをだけを使って導いた予測結果を、これを青い点で示していますけど、まあ、一般的にはですね、まあ、こういった形になると。すなわち、訓練データのレンジから先のものは全くわからないということです。転移学習を経由することで、まあ、こういったその外層力、予測性の外層力を導くことができるという実際の事例ということでご紹介しました。で、私たちはまあこの転移学習というのは、この材料の研究における、まあ、データ科学において、まあ、非常にこう重要な役割を果たすということをまあ期待して、で、これをですね、まあ、系統的にまあ適用していくために、私たちのプラットフォームでは、まあ、いろんなですね、物質材料のとそれに関する特性に関する、まあ訓練済みモデルのですね、ライブラリー、データベースを、まあ、構築して、で、私たちのプラットフォームから API でこういったモデルにアクセスして、で、それを、私たちの材料研究のワーク、データ解析のワークフローにこう組み込むというような仕組みを、構築しています。で、まあ、これを使ってですね、私たちのターゲットの問題であるポリマーの熱伝導率の問題に適用していますと。で、ポリマーの熱伝導率、私たちが使っているこのポリインフォと呼ばれるデータベースですけど、まあまあ、いろんな材料とかですね、実験条件等々をこう考慮するとですね、実質的に使えるデータセットは、まあ、たったの28件しかなかったということです。私はまあデータ解析、データ科学の分野で、まあ、いろんな対象に問題に取り組んできましたけど、私のこのキャリアの中で最も小さなデータセットはこのデータセットです。で、まあ、研究開始当初はですね、全くこのスモールデータの壁に打ち当たって、問題が解決は研究は進まなかったんですけど、私たちのモデルで訓練済みモデルのデータベースの中にある、まあ、いろんな、特性予測モデルですね、ガラス転移温度とか、まあ、ビスコシティ、あとは、まあヒートキャパシティといったようなですね、まあ、いろんなモデルのプールをこう集めてきて、で、それを28点のデータを使って熱伝導率に転移を、ショットガン的なアプローチで転移を仕掛けて、
そしてまあクロスバリデーションを行って予測精度が出そうなものをモデルをピックアップしてきました。でそのモデルの逆問題を解いて最終的にはですね、3つのポリマーを見つけることができたという話です。でここでまあポリマー、この3つのポリマーが見つかったということはまあそれはそれでいいんですけど、ここで皆さんにお示したいのはやはり定位学習が持つですね、外装性という話です。でこれはですね、私たちの訓練データに含まれるポリマーの化学構造を示しているものですが、まあ、ご覧になってお分かりのように、私たちが、見つけたこの3つのポリマーと訓練データの構造のパターンというのは全然、まあ、合わないと、全然違うものを見つけたということですね。しかしながらですね、私たちが定位学習で導いた予測モデルのプレディクションとオブザーベーションを見ていただくと、まあ、概ねですね、予測精度が出ているということです。すなわち、まあ、定位学習は、やはりですね、事前の訓練の過程で何か、ジェネラリティの高い特徴量というのを抽出したと。まあ、それを28点のデータでファインチューニングを行うことによって、まあ、訓練データはこの領域にしかないんだけど、データが全くないような領域においても予測精度を、導くことができたということだと思います。で、このモデルを使ってですね、私たちは今、熱伝導率の予測モデルを得ることができたということで、まあ、ベイズの式に従って S から Y の予測を Y から S に反転します。でこれで確率分布が定まったので、高い熱伝導率という、まあ、あの特性、ターゲット特性を指定してあげて、この確率分布に従うように、ポリマーの化学構造のランダムサンプリングを行うと。こうすることで、所毛の特性を持つポリマーを予測するということをやる。でまあ、ここで一つ重要になってくるのは、この構造発生の機械学習の技術というのが非常に重要になってきます。まあ、求められることは、例えばですね、発生させた構造が科学的な正しい構造である必要があると。すなわち科学的にありえない結合パターンを、まあ、うまく排除していけしなければいけないとかですね。あるいはですね、薬なんかの場合は薬らしい構造を生成しなければいけない。また合成可能性の高い構造を生成したいとかですね、あるいはまあ実際にはですね、有機薄膜太陽電池のドナーらしい構造を生成したいとかですね、まあ、そういったことをやらなければいけないと。しかしながらまあルールとしてそういったものをこう書き出すことは難しいので、この問題を機械学習で解いてしまおうということをやります。すなわちですね、まあ、例えばですね、まあ、実在の化合物の例題をこう集めてきます。でそれをですね、化学構造をですね、スマイルズという形式を使って文字列にこう変換してあげましょうと。そして、まあ、言語のですね、まあ、例えばニューラルネットワークとかですね、そういったモデルを使って、この文字の並びをですね、こう読み解かせてあげると。まあ、こういった部分、文字列があったときに、その周辺にはどういったパターンが来やすいかと、まあ、そういったような情報をですね、モデルに取り込んで学習させるということです。まあ、そういったですね、もう機械学習モデルをですね、化学構造のジェネレーターとして活用するということをやります。まあ、例えばそういったものをですね、ここにセットしてあげて、まあ、部分構造を止めてあげます。で、残りの構造を発生するときに、まあ、どういった構造が来れば何々らしくなるのか、そしてどういった構造を発生させればある特性に近づいていくのか、まあ、こういったこの2つの情報を統合した確率分布に従って、化学構造をどんどんモディファイしていくという計算を行う。実際にデモを行います。横軸がこれガラス転用のメルティングポイントですね。で、オレンジの点というのはデータベースにある実在のポリマーの分布ということになります。で、青い点を、まあ、やっと初期構造としてピックアップしてきて、ターゲットの領域はデータがないガラス転用の U 点というこの領域にセットします。そして、この構造をですね、どんどんモディファイしていくと。先ほどの確率分布に従って構造を改変していくということです。順方向のモデルを構築する過程で、どういった部分構造がどういうふうに組み合わせれば、どういうプロパティになるかということをまず機械に認識させます。そしてその情報を使って、どういった構造をどう組み合わせれば、どう高い熱伝導率、高い融点になるのかと。まあそういったような計算を行っているというわけです。で、こういった手法を使ってですね、私たちは数万オーダーのバーチャルライブラリを作成して、その中から3つのポリマーをピックアップして実際の実験検証を行った、合成を行って実験検証を行い、まあ従来のモードに比べると、まあ 80% ぐらい高い、まあ
新しいポリマーを見つけることができたということになります。まあ、これによってですね、まあ、一つのまあ私たちはマイルストーンに到達したわけですが、しかしながらですね、この過程でまあいくつかの技術的な課題、というのが浮かび上がってきました。まあ、それをですね、この後の、なんか話の中でいくつか切り取って皆さんに紹介したいと思います。まあ、一つはですね、合成経路、まあ、設計はできるんですけど、それをどう作ればいいかという問題です。まあ、このケミストリーの分野ではですね、いわゆるそのレトロシンセス、逆合成と呼ばれる問題の機械学習の話ということです。私たちのアルゴリズムを使って今デザインターゲットが決まりましたと。で、これをですね、実際に多段階の合成反応を行って、いかにこれを作るかと。まあ、その、プランニングを行うための機械学習、ということです。まあ、実際にはですね、まあ、こういうその、商用コンパウンドの、カタログが与えられます。まあ、通常はですね、大体10の6乗項ぐらいのですね、まあ、商用化合物のリストが与えたときに、まあ、出発点の化合物とかですね、反応物、あるいはまあ触媒等のリエージェントをこう選んで、まあ、この組み合わせをこう選んで、で、いかにここに到達するかという、まあ、そういったような問題を解くわけです。で、その問題を解くためには、順方向と逆方向の計算を行います。まず最初の順方向の問題を解くわけですが、順方向の問題設定としては、例えば、2つの反応物とリエージェントを与えたときに、その反応生成物、プロダクトがどういった化学構造になるのかという予測モデルを作ります。今ここではですね、リアクタント2つ、で、リエージェント、で、この化学構造をですね、先ほどのスマイルズという、まあ、文字列の形で表現しましょう。そしてプロダクトの化学構造も、まあ、こういった文字列で表記します。まあ、そうすると、この問題というのは、文字列から文字列への変換、写像をまあ求めるということで、いわゆるその機械翻訳と同じような問題形式に希釈することができるわけです。そこで、まあ、626とか、トランスフォーマーといった自然言語の世界のまあディープニューラルネットワークを使って、この予測モデルを導くことができるではないかということが期待される。まあ、そして実際にですね、100万件の、まあ、合成反応のまあデータを集めてきて、この、モデルを使って、トランスフォーマーを使って、例えば導いてモデルを作るわけですね。まあ、そうするとですね、およそですね、90%、あるいはまあそれ以上の精度でですね、任意のリアクタント値的のプロダクトが予測することができるということが分かってきました。そしてこの順方向のモデルを使うと、私たちはコンピューターの中でまあ仮想的なですね合成反応をシミュレートすることができます。まあ、例えば2ステップの反応をこう考えますと。で、それを順方向のモデルを逆逆問題を解いてあげると。すなわちデザインターゲットである生成物をこう、フィックスしてあげたときに、どういった反応物、リエージェントの組み合わせがあれば、ここに到達するかという、まあ、数学的な逆写像を求めてあげるということになります。まあ、この問題は、離散、組み合わせ的化問題とまあ非常に近いですね。まあ、例えば、商用化合物の組み合わせ、数が10の6乗個あったとしたら、アンノーンな反応物が3つあったとしましょう。そうすると、探索空間は10の18乗の、まあ、離散の空間となります。まあ、この組み合わせ最適化問題を解いてあげるという計算を行うわけです。で、これがまあ一つ の、まあ、解析結果となりますが、ターゲットの構図、プロダクトをこう指定してあげて、まあ、それに関するを、まあ、到達するような、いろんな合成ルートをですね、私たちのアルゴリズムを使って、まあ、列挙した結果です。まあ、そうするとですね、例えばこの構造に関しては、大体98個ぐらいのですね、まあ、異なる合成ルートがこう見つかりましたということ。10の6乗個のまあパーチェサブルコンパウンドで、まあ、こういったような、まあ、結構いろんなルートが実はありうるんじゃないかという仮説が示唆された。そして、まあ、それをですね、有機合成の専門家にまあ検証してもらって、大体 35% から 60% ぐらいは科学的にまあ正しいんじゃないかというような示唆がまあ得られているということです。で、まあ、以上のようにですね、分子の設計、あとは合成経路のプランニングというタスク、これがですね、まあ、近年、どんどん機械学習のテクノロジーが導入されて、まあ、完全にとは言いませんけど、ある程度の段階まで予測ができるということが分かってきました。まあ、その他にもですね、合成経路だけではなくて、まあ、その反応のレシピ、まあ、実験条件等のレシピなんかも予測、を使って、まあ、例えばイールドレートなんかを予測するというようなことも行われています。
で、そういったマシンラーニングのシステムを、じゃあ次はですね、自動合成とかですね、自動系あの実験の、ロボットのこのと、融合させて、ラボラトリーオートメーションに向かいましょうというような動きが、今世界的に始まっていると。例えばアメリカ、イギリスの、ユニバーシティオブグラスゴーとかですね、MIT とか、そういったところで、こういった研究が着々と進んでいるということになります。で今ですね、ここの、こういった、現状なんですけど、この、ここに至るまでのですね、ちょっとこう歴史的な流れをですね、少し、まとめてみたいと思います。もともとこういったその逆合成解析というのはですね、1969年に、コーレー博士という方が、最初に提唱されて、当時、人工、ルールベースのですね、AI がですね、ベースにして、こういったアルゴリズムというのは開発されてきたということ。そこからですね、50年という年月を経て、こういったですね、ニューラルネットワークなんかを中心とした、いわゆるそのエンドトゥエンド的なアプローチっていうのが、どんどん急にですね、突発的にこう出てきたわけですね。で、この歴史の流れを見ていくとですね、なんでこの50年経った今現在、急にこういった研究がバッと出てきたかというと、一つはですね、オープンデータの存在ということが言えると思います。2016年ぐらいにですね、これは MIT の大学院生がですね、アメリカの特許化合物のデータベースから、テキストマイニングとかですね、を使って、こういった合成反応のデータを抽出して、それをですね、フィグシェアの方にバンとこう出したというですね。で、こういったその、オープンデータを使って、私たちのようなデータ科学の分野の研究者が、いろんなチャレンジをこう始めたということで、それによってですね、従来のアプローチでは届かなかったところに到達することができたということです。それが実際に産業応用なんかにも、もう非常にこう急速なスピードでどんどん進んでいっているというのが非常に面白い現象であるということです。逆に言うとですね、ここの流れの中で一番重要だったのはこのオープンデータの出現ということだと思います。もしこういったデータセットがなければ、こういった構造研究は生まれなかったのではないかなというふうに私は考えています。次第ですね、あとじゃあそのものを作るということに関して、いくつか重要な機械学習の、テクノロジーを紹介したいと思います。いわゆるそのプロセスデザインのための機械学習に関する、いくつかの、注目すべき、テクノロジーを紹介したいと思います。ここに示しているのはですね、その実験のプロセスとかですね、組成という一時情報が与えて、そしてこれによって材料の微細組織がこう決まります。マイクロストラクチャーが決まると。で、そのマイクロストラクチャーからプロパティとか機能が決まるという流れを示したものです。で、この流れの中にデータ科学の技術をどういうふうにこう取り込んでいくかということになります。でそこでですね、このマイクロストラクチャーの電子顕微鏡の画像をですね、ここの中心に据えると、いわゆるそのセム画像とか、ケムの画像という、顕微鏡の画像をここにセットしますと。で、そうするとですね、このワークフローの中に、コンピュータービジョンとか画像認識の、いろんなデータ科学の技術が、近年すごく進展してますが、それを使ってこの問題にアプローチすることができるということです。例えばですね、ストラクチャーからプロパティを予測する問題は、いわゆるその画像認識と同じ問題形式に帰着します。そしてこのプロセスとか組成からマイクロストラクチャーというのを予測する問題は、いわゆるその画像生成の問題に帰着するということになります。実際にですね、じゃあ少し実際の事例をお示しします。例えばこれ、インプットとしては、例えば2つの組成を対象とします。でこの2つの組成と、あとはプロセスとしては4つの、パラメータを考えます。静着温度とか、プレッシャーとかですね、こういった4つのパラメータを考えます。でアウトプットの方は、このセムの画像ということになります。そして、データセットをですね、実際の実験から取ってきて、でインプットのパラメータから画像を生成する、いわゆるそのニューラルネットワークモデルを作るということになります。でこの問題は、データ科学系の人たちはすでに、すぐにこう、到達するアイデアですけど、例えばですね、コンディショナルギャンという、いわゆるそのギャンを使ってこの問題を解こうということになります。ギャンのですね、ジェネレーターとディスクリミネーターがありますと。でジェネレーターの方は、先ほどの6次元の、組成とかですね、プロセスのパラメータ。でそこにノイズを加えてあげて、フェイクのですね、セム画像を生成すると。でディスクリミネーターというのは、フェイクかリアルかというのを判定を行ってあげるわけ
で、G は、D を騙すように、まあ、すなわち、リアルな、リアルに近いこうセム画像を生成するようにモデルを訓練して、ディスクリミネーターはこのフェイクとリアルをうまくこう判別するようなモデルをどんどん作っていくと。で、この G と D の学習をこう繰り返す中で、高精度なジェネレーター、セム画像のジェネレーターを構築していくと。このジェネレーターをですね、取ってきて、任意のコンディショナルパラメータが出るときに、そのセム画像を予測するというモデルを作るということになります。で、まあ実際にこうやってみた結果がこちらです。これは実際に、プレディクション、実際の実験で得られたセム画像と、プレディクション、機械学習のモデルで導いたそのセム画像ということになります。まあ、おおむねですね、こういった流形とかですね、流のサイズとかですね、まあ、そういったパターンをですね、トポロジカルなパターンなんかを予測するようなモデルが作れたということ。そして、プロセスから画像という、セム画像という予測ができたので、じゃあ逆問題を解いてあげましょうと。任意のセム、例えばセム画像を実現するには、どういったプロセス、どういった組成のものが必要かということを機械学習のモデルに予測させるということが分かるということです。で、まあ、こういったようにですね、まあ、いろんな、材料物質研究における、まあ、いろいろなタスクが、どん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 こう機械学習のテクノロジーが導入されているというのが、まあ、昨今の現状です。で、まあ、それあとはですね、まあ、いろんなタスクにおいてデータを集めてきて、機械学習のアルゴリズムを構築して、それを実践、実証していくだけということになりますが、ここでですね、まあ、本日皆さんにお話したい最も重要なメッセージで、機械学習の内層的予測の限界と、まあ、それをいかに突破するかという話、これをまあ最後に、皆さんにお説明したいと思います。で、これはですね、有機薄膜太陽電池の、まあ、材料研究の、事例です。で、まあ、アクセプターとして PCBM というのをフィックスして、まあ、そのドナーモレキュールの探索を行います。で、こちらに示しているのはですね、2012年の、まあ、当時のですね、まあ、物質の、その特性をの分布を示しています。縦軸がホモルモギャップという物性で、横軸がパワー変換効率という、まあ、有機薄膜太陽電池の、まあ、デバイス特性ということになります。で、まあ、最高、パワー変換効率の最高性能は、まあ、およそ 11% という領域で、まあ、こういったような分布をしていた。まあ、一方でですね、それを2009年まで、まあ、時間を遡ってみると、2009年の当時の分布というのは、まあ、こういった分布だったというふうに予想されます。私たちは今やりたいことは、この2009年のデータだけを使って、2012年のこの最高性能のこの材料、物質を、まあ、見つけることができるかという、まあ、こういった問いに答えたいと思います。まあ、結論から言うとですね、まあ、基本的にはデータ科学単独ではここに到達しえないということです。まあ、先ほど転移学習の例でもお話ししましたけど、基本的にデータ科学の予測っていうのは内層的なんですね。すなわち私たちが今手元にあるデータの入出力のパターンを使って、データが近く、入力のパターンが近ければ出力も近いというような予測をするわけです。従いまして、データがない未踏領域においては、私たちのモデルは予測性能を持たないということ。従って、データ科学と単独ではいかないので、データ科学と、まあ、理論とかその実験、こういったものをこう組み合わせながら、ここに到達するしかないということです。でそこでまず最初に、まあ、その、内装し、その到達しえないということをまずデモンストレーションいたします。これはですね、まあ、まず最初にですね、パワー変換効率とホモロギャップという2つのターゲット特性を、まあ、ある近似モデルを使って、ホモとルモという2つの物性にマッピングしていきます。で、こうすることによって、第一原理計算を使って、コンピュータシミュレーションで、まあ、実験を、バーチャルの世界で実験を行うことができるというわけです。こう横軸はホモで、縦軸はルモです。で、2009年の当時のですね、データの分布をこの青で示しています。このデータだけを使って、先ほどのバックワードの計算を行って、候補物質をこうどんどん出していきます。それを赤い点で示しています。でその出てきた分子の特性をですね、ホモとルモでバリデーションを行ったという結果を示したものです。で2012年の最高性能は、この四角で囲んだこの領域です。データが全くない領域です。で先ほどのアルゴリズムを使って、どんどん分子を生成していくということをやっていきます。
しかしながらですね、ターゲットのこの領域に到達するはるか手前で停止しているということがわかります。私たちの機械学習のモデルの予測値自体は、まあ、すでにこの領域に到達しているというふうに認識しているわけです。しかしながらそこにおいては予測精度は非常にこう低いので、実験的にバリデーションをすると、実は私たちはまだここにしかいなかったということを示した結果ということです。まあ、そこでじゃあこの限界を突破するためにじゃあそのコンピュータシミュレーションとですね先ほどの機械学習の融合アルゴリズムを作ってこの問題にアプローチします。第一原理計算と私たちのジーノンパイに実装されているベイジアンアプローチインファレンスのですね分子設計のアルゴリズムこれをまあ融合させるということをやります。先ほどの、ベイズ推論のアルゴリズムを使って候補分子をですねまず生成しバーチャルな、分子を生成していきます。まあ、数千ぐらいのオーダーの分子をバッと生成してあげると。で、実験計画法のアルゴリズムを使って、まあ、それをですね、数十点ぐらいにこう絞り込んであげると。でその数十点の仮想分子の特性をですね、第一原理計算を使って、計測してあげると。でそうすることによって、まあ、データがない領域にですね、どんどんこうバーチャルなデータを作っていくということをやります。でそこで追加されたデータを使って機械学習のモデルを改善させてあげると。それによって外装性を、まあ、どんどん誘導していくということです。で、この外装性を獲得させるこのためのこの計算ですね、すなわちラボの中の、まあ、ワークフローをですね、こうバーチャライゼーションしたものをこう実装してあげるわけですね。でこれをですね、どんどん、まあ、1週間、2週間、まあ、数ヶ月とこう繰り返しながら、どんどん機械のどんどん外装性をか増大させていくということをやります。まあ、そうするとですね、どんどん未踏領域に進んでいくことができるということです。まあ、青い点からスタートして、赤い点がですね、先ほどのアルゴリズムで作った仮想分子の分布ということです。まあ、先ほどはここに行くはるか手前でこう停滞してたんですけど、まあ、ステップがだいたい5ステップ、6ステップぐらいで、まあ、概ねターゲット領域にこう到達したということが確認されました。でこの計算をどんどんこう繰り返しながら、できるだけ新しい斬新なですね、化学構造をどんどん発掘していくということをやるわけです。でここでですね、まあ、皆さんに一つお示したいのは、機械の知性と人の知性の大きなギャップがあるということを皆さんに紹介したいと思うわけです。ここに示したのはですね、私たちがのアルゴリズムがですね、自律的に発見した新しい分子と、このデータベースに、まあ、あるですね、まあ、人がこう見つけてきたこの分子の、まあ、分布の示したものです。で、ご覧になってお分かりのように、そのオーバーラップはですね、結構小さいということが分かります。私たちのアルゴリズムは、まあ、非常にこう斬新なものも見つけることができると。一方でですね、まあ、私たちがこう今までこう見つけてきた、人類が獲得してきた知識のほんの一部しか見つけることができなかったということです。まあ、こういうふうにですね、マシンインテリジェンスをまあベースにしたですね、こういった知識発見というのは、必ずしも人の知識とは必ずしも一致しないということが、まあ、いろんなドメインでまあ分かってきているということです。まあ、これからですね、多分そのロボットなんかも含めて、こういったマシンインテリジェンスドリブンなこう知識発見、科学的発見というのをこうやっていくとすればですね、まあ、やはりですね、この人類がこれまでずっと重ねてきた、まあ、人の知識に基づく、経験や知識に基づく科学的発見とは、どこかでですね、こう分岐が生じる可能性があるということ。まあ、この分岐がなぜ生じたかということを、まあ、ちゃんと私たちは理解したいなというふうにずっと考えているんですが、まあ、残念ながらですね、ここでこれはなんでこういったことが起きたかという、それに関するですね、クリアな答えというのは、残念ながらこの場ではお答えすることができないということです。ということです。はい、ということです。まあ、以上ですね、まあ、最後にまとめますが、まあ、今日はですね、いくつかの、まあ、実際のですね、適用事例をですね、紹介しながら、この分野における、まあ、データ科学の、まあ、エッセンスをですね、いくつか切り取ってまいりました。まあ、フォーワードとかバックワードの予測とかですね、表現と生成ということも話しました。あとはその
まあ、その転移学習に対応するようなこういったナレッジトランスファーという話をしました。内装と外装、あとは人の知性と機械の知性の大きなギャップ、あとはまあ実験計画法に基づくまあラボラトリーオートメーションとかバーチャルラボラトリーの構築というような話をしていました。で、今日お話したその機械学習の要素技術、まあ、いくつかあの私なりに重要と思われるものをこうピックアップしてお話ししましたけど、こういったものをですね、ハイスループットの実験とかですね、ハイスループットな計算のシステムの中にどうやってこうインテグレーションしていくかということ、これがまあこういった研究で非常に重要であるということです。で、私たちはですね、例えばこういった JST のクレストのプロジェクトに行って、今機械学習の今日お話したような技術をですね、ドライビングコースとしてどんどん仮説、構造をですね、生成あの提案していきながら、まあ、ハイスループットの実験でデータを取得して、第一原理計算とか分子動力学といった、まあ、物理法則に持つコンピューターシミュレーション、これを使ってどんどんこうデータを作っていって、で、蓄積されたデータベースをもとに機械の予測モデルを、まあ、刷新して、で、次のループを回すと、まあ、こういったその循環系を構築して、それを実践しながら、革新的な物質を発掘するといったようなビジョンで、まあ、いろんな、ドメインでこういった研究を、まあ、今現在行っているというところです。最後のメッセージです。まあ、Data is new oil という、まあ、有名な言葉があります。しかしながらですね、まあ、データの本質というのは、ここに書いてあるようにですね、無限に湧き出るオイルであるということです。基本的にはですね、データの量と多様性っていうのは単調に増加していきます。決して減少することはないということです。まあ、近年ですね、まあ、いろんな科学技術の分野で、まあ、データドリブンなんとかというこ、まあ、キーワードが、まあ、注目されていますけど、データドリブンというものの本質というのは、パワーゲームであるということ。すなわち、まあ、データが持つものが、まあ、勝つという、まあ、そういったようなパワーゲームの世界であるということ、まあ、これを私たちはまず、認識していく必要があると私は考えています。またですね、まあ、近年、まあ、いろんなところでこうデータビッグデータというか、まあ、言われていますけど、まあ、ビッグデータの歴史というのは、まあ、始まってですね、たかだか、まあ、10年とか、まあ、それくらいでしかないわけですね、まあ、特にものづくりとかそういった分野においてはまだデータプリブンというのはですね、まだ始まってないにすら等しいということです。従いまして、私たちはまだですね、本当の意味でのデータ科学の進化というのをまだ発揮するに至ってないということ、すなわち10年20年のその、未来から見たときに、私たちがやっている今データサイエンスというのは極めてこう原始的なものであるということです。ある意味ですね、まあ、私たちこう10年20年とこうデータというのはどんどん増大していくと、そしてまあデータ科学が持つポテンシャルというのはどんどんこう単調に増大していくということですから、まあここにいるですね、まあ若い方、まあ、その学生とかですね、あるいはまあデータ科学をベースにしてですね、まあ、いろんな分野でチャレンジしている方というのは、まあ、多分決してですね、これから10年20年退屈することはないと、エキサイティングなまあ未来が待っているんじゃないかということ、まあ、こういったことをですね、まあ、サイパイというまあコミュニティの方々に伝えたかったということです。まあ、ちょうど時間になりましたので、私の講演は以上とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。吉田先生ありがとうございます。大変興味深い講演で、こう広大な化合物の空間をこうあれですね、まだ見ぬ人類が知らないところをこうデータサイエンス、機械学習の力を使ってこうどんどん開拓できる未来を待っているっていう感じがして、非常に興味深かったですけども、ありがとうございます。いくつか質問来ているんですが、先生ご覧になれます？Q&A のウィンドウは。あ、はい、見えます。はい、対象とされている物質の化学構造はいずれも容易に作成可能なものなんでしょうか？これはですね、脳ですね。まあ、私たち のアルゴリズムっていうのは、まあ、技術的な課題はまだありますけど、基本的にはケミカルスペースを自由自在に動き回るんですね。こういったターゲットのところに生成したいと思えば、そういった例題を持ってきてそこに行くように、まあ、そういうふうになってます。なので、まあ、今までこう合成されてきたような、
ものとは全く違うようなですね、まあ、ある意味こうエキゾチックなものも生成できたりするんですね。ただそれをですね、実際に合成することができるかといえば、ほとんどの場合、多分ケミカルスペースのほとんどのものは多分合成できないんだと思います。今の技術では。まあ、なので、そこをじゃあどうやって合成するかというところも、やっぱり機械学習でどこまで、できるだけこのハードルを乗り越えないと、は思っています。ただ、まあ、やっぱりその、今はいろんなこう設計のアルゴリズムのところはどんどん進んでるんですけど、そこを実際に作るっていうところは、まだ大きな、壁のまま立ち上がってるなというふうに私は考えています。はい。ありがとうございます。2番目の植松さん、ちょっと3つ質問があるので、その中、せっかくサイパイジャパンなので、その2問目のですね、はい、材料研究の競争激しいと思いますが、日本におけるその材料研究の特徴や強みがもしあればという質問にお答えいただけますでしょうか。はい、そうですね。私たちはこう材料の分野に関してはですね、こういったデータ科学ドリブンな方法を、まあ、やる上でですね、日本は大きな強みを持っていると思います。先ほど申し上げたように、基本的にデータドリブンなアプローチの、まあ、源泉となるのはデータなんですね。このデータを作り出す力というのは、やはり、私たちは、潜在的には持っていると思うんですね。まあ、それをどう実装するかというのは、やっぱり技術的な課題はありますが、ポテンシャルとしてはあるということです。もう一つはですね、まあ、データといってもですね、実験とか、まあ、そのシミュレーションのデータだけじゃないんですよね。実は、例えば材料の研究者の中にはですね、まあ、これまでの、まあ、いろんなこう知識っていうのがあるんですね。その中、それもある意味こうデータだと考えれば、あるいはそのデータとしてこう、人間情報をですね、何らかの形でデータとして保有することができればですね、これはある意味ですね、実験とかそういったところでは及ばないですね、いろんな新しいこう世界に到達できる可能性はあるかなというふうに考えています。ただまあ実際にですね、そういった人間情報とかですね、まあ、暗黙知のようなところに踏み込んで、そこでデータドリブンなことをやろうというような研究は、実はまだ、まだそういった段階には到底及んでないなということです。ただまあ可能性としてはそういったことがあり得るんじゃないかなというふうに私は個人的には思っております。はい。ありがとうございます。時間的にはあと1問ぐらいですかね。Q&A で、じゃあ、その吉井さんの最後の Q5 に行きましょうか。セブ画像を利用した解析では、表面形状から解析しているけれど、3次元の複数の材料が積層された立体構造でも同様なことが技術的に可能でしょうかというご質問は、はい、原理的には可能ですね。先ほどの問題設定、まあ、2次元の画像を考えてたんですけど、まあ、3次元画像を生成するということも可能ですね。はい。で、まあ、同じフレームワークで、まあ、多分アプローチできるでしょう。ただ、まあ、それに必要なデータ量の問題は当然あると思います。あとはそうですね、そうですね、XRD 測定から結晶構造などの特徴も含めることは可能でしょうか。可能だと思います。形式としては、まあ、一緒ですね、入出力。先ほどの、まあ、GAN の話っていうのは、基本的にはですね、入力が例えば実数のベクトル、で出力がですね、なんか高次元のオブジェクトという問題形式なんですね。まあ、例えば、さっきの画像だったら、まあ、2次元のグレースケールの画像なんで、これはマトリックスの形で出力が与えられると。で、先ほどのその3次元のこう画像だったら、まあ、3D のそのテンソルという形ですね。まあ、そういうふうにですね、入力と出力のまあ数学的な形式がまあ同じ形に帰着することができれば、原理的にはできると。あとはまあデータの量と質の問題であるということだと思います。はい。ありがとうございます。はい、他にもいくつか質問をいただいておりますが、ちょっと時間がオーバーしてしまったので、ここで初日の基調講演を終わりにしようかなと思います。改めて吉田先生、今日はありがとうございました。貴重なお話。どうもありがとうございました。
これ私このまま退出すればよろしいですか。そうですね、大丈夫だと思います。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。あ、このままでです。ありがとうございます。はい、じゃあ終了しようと思います。ありがとうございます。